ジャニーズの件なんていうのは、これは芸能というレベルの話じゃないですから。ジャニーズ事務所というのはテレビという公共の電波を使って男たちを売り出していったわけでしょ。公共の電波を使ってやってる以上は国会で当然のごとく議論されなきゃいけないんですよ。ジャニーズの人が駐車違反をして、昔稲垣吾郎さん報道されてましたよね。一般人がそんな駐車違反しても報道されないでしょ。ジャニーズというのは、ここの事務所のタレントというのは公共の電波を使ってお金儲けをしているから公人扱いなんですよ。だからこういうね、ジャニーズ事務所が少年に対して性犯罪をしてるなんてのはビッグニュースで、国会議員黙っちゃいかんのですよ。でもいまだ黙ってます。